てた重たいものもすっきりしてきてね。これでね、あっちゃんね、もう空気変わってくれたらいいんだけどね。あっちゃんが次回はピンクのリップしようかな。本当にね、みんなが楽しくやってくれるのが願いなのよ。みんなが何笑ってね、みんなやっぱいろんなこと抱えてると思うね。だからね、あの薬の神社、祭神社さんでみんなの健康になってきてるけどね。でそんな感じで、あの楽しくね、みんなでこう笑えたらいいなと思って。それがマリちゃんの願いですわ。左方向 1km 先、レベル3、シートベルト検問エリアです。やっぱりそのおじいちゃんおばあちゃんって明治とか大正とかの生まれの人が多かったよね。うちのばあちゃんは明治生まれやねんけども、だから明治の人っていうのは江戸に生まれた人の子供、江戸に生まれた人の孫やから、やっぱり江戸から引き継がれてきてんのよ。でばあちゃんはあっちゃんに伝えてくれた。でも伝えてもらって子供の頃にこれを覚えてるはずやのに忘れてんのか、まあじいちゃん、まあ今はね核家族化なってるからわからん人がいっぱいいるけど、そういう人たちが伝えていかへんね。後世に伝えるってすごい大事なのよ。であっちゃんもね、ばあちゃんから聞いたうろ覚えの昔の知識と、あっちゃんが調べていろいろ分かってきた嘘の歴史をね、改ざんされた歴史をね、本来の日本の在り方っていうのに戻したいなという気持ちで、ね、こういう活動っていうかやってられると思ってる。だからあっちゃんはね、検問エリア外です。本当にね、神道のあり方っていうのが大事なんだよ。なんでこうなってしまったかって言ったら、日本の神社庁のやり方が間違ってるからね。神道の元神社庁、伊勢神宮の中にあんねんね。のにそいつらのやり方が間違えてるから、世の中の神の動きが
おかしくなってる。そうです、今の伊勢神宮は偽物。怒られるわこれ言うたら。ぐらいのこと今言ってしまいました、ね、あのあちゃん昨日見たよねライブで、昨日、あ、昨日、9月30日ライブでね、偽物だって興味はないの、本当だけを見つめたい、Let's see ね、あの言ってたでしょ、メガネを外した時は嘘ですよ。思い出してくださいね、そういうことなんで、だからあの神社長のトップは誰ですか。レッツイン。そういう話です。だからね、誰がそこのトップで動いてるのかっていうことを見てきたら、全部本物か偽物か見えてくるのよ。教えてもらうんじゃなくて自分で。あっちゃんはヒントしか出してないです。そのヒントを中心に物事を考えると本物が見えてくるのよ、簡単に、ね、レッツそういうことです。だからレッツシンク、みんなで考えようっていうことからね、レッツシンク、考えよう、考えましょうねって。だからシンクができへん人が多い、だからおかしなことが起こるのよ、そういうことです。うちそうやん、1日エバイチ、この付近車上狙い多発駅です。めっちゃ人多いね。一つだけ買うの、一つだけ、一つだけ、さあ何でしょうか。お酒じゃありません。山田二席じゃございません。おい、そこなんなよ、めっちゃしてる、これがめっちゃ多い。警備員もっと増やせ。エヴァ一安くなんねんけど、いらない。あのこんなしんどなる、ちょっと安いより人がすごい、スーパーはね、儲かった方がいいけど、こんだけ人を読んでもね、安売りしてたらそんなに利益出てないと思うね。普通の値段で普通に販売して、そういうね、良質なお客さんで、コーヒーってね、結構ね、カートその辺に飛ばしたんだよ。そうやで、やられたらね、後でも。で、駐車枠じゃないとこ止めとる人もおるでしょ。飛ばの前、飛ば前やで。右ギア、バンパーで。何か買ってくれる、リアバンパーで言うと、はい、そういう感じです。はい、マナーの守りの人、カートはカートね、ほっといていいやろっていう人、結構ね、その辺にカートを飛ばしてね、行く人がいっぱいいててね、ちょっと厚美ちゃんはここで待ってるんでね、その間いろいろ喋ってみましょう。カートその辺にね、捨ててね、ぶっ飛ばしていく人がいてたりね、今日はね、そんな置いてないけどね、あったらちゃん片付けね、なんでかって言ったら風とかで転がってきてね、傷ついたりもするしね、ここを待ってる巡回の人たちもそんなに給料もらってるわけじゃないからね、やっぱ片付けたりするの大変やと思うし、できたらそこはお客さんが返すべきやと思うね。もうあっちゃんの視聴者さん、こんな言わんでも分かっとるんだけど、カートは絶対にあのカート置き場に返しましょうね。で、それができてないでしょって、ね、変なとこよく置いてあんのよ、遠いても返さなあかんよ、やっぱりそれがこの前と思うんだよ。でね、今もね、駐車枠じゃないとこにこの置いてあるのよ、ここの列駐車枠じゃないねん、あれ言うたらこう横行ったりする通例でね、何そこに置いてある、ここもやし、その前もさ、その前の前の枠も全部そうやね、置いてんのよ。確かにね、車置くとこがなかったら置きたい気持ちはわかる、で、遠くに止めるの嫌な気持ちもわかる、でも、そういう人が多いんで、ありえへんね。だちゃんこんなこと言うネガティブなこと言ってるけども、あの言ってることはネガティブかもわからへんけど、あちゃんもみんながマナーよく気持ちよく使ってほしいんだよね、やっぱこういうのってね。で、駐車場ってね、買い物来るから置いてやってるとかじゃないのよ、やっぱりお買い物をしてやってるんじゃないのよね、等価交換やねんね。例えばね、これが十何万するけども、十何万と同じ価値やもんから、これが2円ぐらいの価値しかなかった、10万だし買うバカはいてないんでしょ。ね、それと一緒で、だからスーパーにお買い物行っても駐車場に置かせていただいてるっていう気持ちで、やっぱりね、やっぱり駐車場に落ちてるゴミ一つひらぐらいの気持ちで帰らんとあかんとはちゃん思うのよ、だから
これが本当の買い物マナーっていうか人間のマナーやと思うね。で結構あっちゃんねマスクしてないとかでマナー悪いとか、怒られんだけど、怒られあっちゃん実際怒られたことはないけど言うやろと思うけど、あのマスクは強制じゃないからマナーもその関係ない。それをすることって本当に正しいのかってわからない。でも、人にそういうねあのこの施設を汚して帰ったりとかってそういうのやっぱり綺麗にして帰るっていうのもマナーやと思うね。だからあっちゃんは要キャンプの時、いやキャンプ中の野外活動とか言われへんかった学校で、来た時より綺麗にして帰りましょうって。ほんまそれやん。あれだって自分たちが毎月納めたお金でお金を払って行ってるわけやから当たり前でしょっていう気持ちになるかも分からんけど、そうじゃないね。なんでだかそれマナーを抱えたら、お布団は綺麗に畳んだやつを広げて寝たら綺麗に畳んで折り畳んで次洗濯出せるように綺麗にしておきましょうとか、お風呂なんかでもゴミを捨てたり持ってきたゴミを捨てないで持って帰りましょう。海ではね、この前の花火じゃないけどね、海で花火したらゴミは持って帰りましょう。あれ最近ビーチで花火禁止とか言ってるけど、花火が禁止じゃないね。花火をした後ゴミを浮かして帰ったり、ね、時間外でこれ迷惑かけたりとか、そんなんしたりする人で、ゴミを持って帰らへんからね。キャンプ場でも今キャンプ場の持って帰らへんゴミとかやったらあかんところでキャンプファイヤーやって炭は土に帰らんからね。そういうことをする人がいてる。だからマナーよく使うといろんなところで正しくなるのね。今回の、IP 開示法でもそうやね。 IP 開示なんてはっきり言っていいことじゃないのよ。そんなことするとちょっとした政治批判とか芸能人批判も全部いかれてしまうね。そいつら強いからね。であっちゃんみたいな一般人っていうのはなかなか後に回ってくるんだけど、これが IP 開示が簡素化だったら簡単にできるようになってくるんだよ。もう言論なんて完全に統制できてしまうね。そうさせたのはマナーの悪いコメンターたちやねんね。だから結局マナーを悪いことすることによって世の中が生きにくい時代になってくる。だから生きやすい江戸時代ってみんなマナー良くしてた、だからいい時代やった。でも明治から大正昭和にかけてマナーが悪くなった。それは外国からの日本のマナーの知らん情報が入ってきて、それを正しいと思う日本人が増えてきたからだもんね。ごめんね、ぶつくさぶつくさあっちゃんも怒ってるけどさ、あっちゃんもこの世の中にぶち切れ中よ。まあ、ほんまに本当にマナーが悪すぎる。まあちゃんは泣きそうなぐらいマナーが悪い。この世の中ね、本当にこいつら日本人かって思うんだよ。ありえへん。今日はねエヴァ1でね人が送ってね、一旦本当にもうあの多分レジもすごく混んでねえと思うんだよ。大変よ本当に。やっぱりね世の中おかしな世の中になっちゃったな。でもねこんなこと言いながらもね、カートを今ここで見てる中でね、みんなカートをやっぱ返しに行ってんねん。それがやっぱりいやできてる、いやできてるんじゃないね、当たり前やねんね。そういうことです、はい。まあね、はい、いただきました甘酒ってことでね、あのいろいろねなかなか難しい話、ちょっと YouTube が言論統制してる中でね良くなってきてんけども、まあ外に出かけたら甘酒を飲みましょう。甘酒はね飲む点滴って言われてるけどね、本当にね、体をきれいにしてくれるね。だから甘酒をね、ありがとうございます、いただきます。はい、本当にちょっとしんどくなってくるんでね、何が原因とはちゃん言いません。もうね言っちゃうと本当は言った方が伝わんねんけど言いません。でも甘酒を飲まないとやっぱり体がダルオモになるね。ダルオモになった時ね、フカキョンなんか飲みましょうって言ったけどね、ね、奈良のフカキョンは甘酒を飲みましょうって言うんでね。はい、誰がフカキョンって誰か絶対突っ込むやろな。道案内をしない子ドライバー厚みであります。いただきます。え、今日の仕様はスーパー耐久仕様や。親子見たら分かるやろ。はい、ST クラス。桜井で、なんか他の YouTuber さんみたいなライブを
ったの。この道走ってんねんね。こんにちは。ピー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 さんですね。はい。あ、なんとかさん。極みレーシングですね。美味しかった、はい、美味しいだけじゃなくて、ね、すっきりするんで、ね、何がすっきりするのか大丈夫です言っちゃうと怒られてて、ね、最近ね、アカウントは大事なんでね、ごめんね、もう本当にこんなにね、言いたいこと言うよって言ってる厚みが言えへんことができてきたのよ。言えない、こんな世の中じゃポイズン。言いたいことが言えない世の中は解毒しましょう絶対かポイズンのね、体に入れちゃったのに、ね、入ってしまうんだけどね、そのポイズンは出しましょう、出すっていうか溶かしましょう。そのためにも、5ALA 甘だけね、昼間からね、あんまりね、甘くないお酒を飲まれへんのでねいつ昼から飲んでんって、アル中なんでって言われたら、山田錦、一瓶飲めるようになりました誰や飲ました誰でしょうか、ね、誰や飲ましたで、飲まれへんくせにでもね、こうやってね、体を体の中からきれいにしていくってすごい大事なんでね、あっちゃんいつも言ってる通りね、あっちゃんは将来的に食チャンネルをメインでやっていきたいね。で、結局やっぱりいろんな料理を作っていくってすごいいいチャンネルだと思います。そうじゃなく、食べて健康になろう、食べて病気をしない体になろうっていうチャンネルを目指そうって思ってんねんね。だから、結構みんなね言ってくれ、やっぱりねみんなが求めてんのってね、そこじゃないと思う。だからあっちゃんのチャンネルは伸びんのは分かってんねんけどもね、やっぱりね、節約メニューなんて簡単にできます。はい、でも節約する、たったの一食たったの数十円数百円、ごめんね、たったのっていうほどあっちゃん儲けてないけどもね、その数十円数百円を浮かすために、体を削って病気になったら何万円かかるんですか、ね、だからあっちゃんは体を守るためにある程度のお金は、その分どこで節約するのかって言ったら、ね、節約できるとこで節約しましょう。穴開いたパンツ履きましょう本当にね、誰かいたね、パンティー何色っていう人、誰かいたね、この頃来ないね、来ないね、よく聞かれるね、そんな本当に、靴下穴開いとってもね、ええやん別に、あっちも靴下履かない、今日はね、靴やから履いてきてんけどね、履いた方が可愛いってね履いてきてんけどね、ってぐらいね、節約そこでしたりとかね、で、あとは、なんていうのかな、まあ、できる限りのそういうね、節約をしていくっていうやり方を、ね、やっていって、締めていく、もう締めようか、はい、ではね、そんな感じでね、節約どこかでやっていっていいと思います。そろそろね、ビデオ止めますね、はいということで、今日はね、終わりにしたいと思います。またね、バイバイ、めっちゃ喋りすぎたね